人もいて、何もアイディアが出てこないとは思わなかったわよ。世の中が驚くようなすごいことを簡単に思いつけるなら、世界はもっと賑やかなことになってるって。甘い！みんなもっとやる気を出してもらいたいわ。やる気のあるニコだっていいアイディア出せなかったでしょ。キヨは調子が悪かっただけよ。そういうことにしてあげる。だけど考え方は人それぞれだもんね。世の中みんながニコじゃ立ち行かないでしょ。ニコは一人で十分だわ。ニコと同じカリスマ性を持った存在なんかいないわよ。ほんとそういうところはポジティブね。ニコはいつだってポジティブよ。それじゃあ試験も楽勝やね。ニコのカリスマ性をもってすれば楽勝に決まってるわ。一人補習を受けるニコッチの姿が目に浮かぶ。このままじゃほぼ確定でしょうね。じゃあニコッチが補習を受けている間、うちらは試験を頑張ったご褒美に遊園地にでも行かない？いいわね、そうしましょう。ニコは補習を頑張ってちょうだい。わかったわよ。やればいいんでしょ、やれば。試験の一つや二つ、ニコが本気になればなんてことはないわ。さすがニコっち、そうでなきゃ。その代わり、二人とも試験勉強付き合いなさいよ。もちろんよ。それじゃあ、早速この後、うちの家で勉強会しない？いいわね、そうしましょう。え、今日から？明日からでもいいんじゃない？鉄は熱いうちに打てって言うでしょ。せっかくニコがやる気になっているんですもの、この機を逃す手はないわ。そうやね、善は急げとも言うし。わかったわよ。やればいいんでしょ。ええ、やればいいのよ。ねえ、私が頑張るんだから二人も本気出してよね。心配しなくてもニコッチが満点を取れるようにビシビシ鍛えるつもり。泣き言は聞かないから、そのつもりでいてちょうだい。私が言ってるのはそういうことじゃないわよ。じゃあどういうこと？世の中が驚くようなすごいことを本気で考えて。ニコッチが全教科満点取ったらみんな驚くやん。それはいい案だわ。もうそういうのはいいから、何かいいアイディアを考えて。アイディアと言われても、さっき9人いても何も思いつかなかったんやし、いっそ第三者の知恵を借りる。第三者ね。それなら誰か思い当たる？この前二次学のあの子から紹介してもらった企画があるんだけど、やってみる？どんな企画なのよ。スクールアイドルファンサイトに出版社から問い合わせがあったものなんですって。今度雑誌でスクールアイドルの特集企画があるから、それに参加しないかって。雑誌？いいじゃない。どうしてもっと早く言わないのよ。企画の内容をちゃんと聞いてから話そうと思ったのよ。のぞみはどう思う？いいんやない？きっとみんなもやりたいって言うと思うし。じゃあ決定ね。エリ、あの子から詳しい話を聞いておいてちょうだい。ええ、わかったわ。
しくなってきたじゃない。早速いろいろ準備しないとね。言っておくけど、試験勉強は予定通りきちんと行うわよ。そうそう、試験を終わらせて晴れ晴れした気持ちでやった方がきっと企画もうまくいくと思うな。